たった今総司令部から緊急命令が入った。それによると敵捕虜を尋問したところ、ナフトにある政府官邸の地下に大規模な基地が存在することが判明した。どうやら核シェルターを改造して使用しているらしい。これを調査してほしいとの指令である。基地の入り口はここより東北に2キロ離れた知事官邸にあることが確認されている。外はすでに敵はいないが、まだ中に立てこもっている可能性が高いので、装備を怠らないように。今回の作戦目的は敵地下基地の探索である。おそらく緊急用の避難場所として使われているのであろうが、敵がいることも予想されるので注意せよ。また重要な機密が隠されている可能性もあるので、見つけ次第連絡すること。以上だ。敵兵力について報告します。敵の戦力は全く分かりません。ただ相当数立てこもっている可能性もあります。今情報部がデータの解析をしていますが、この結果次第で何らかの情報が手に入るのではないでしょうか。敵や現地の情報がほとんどないため、あらゆる可能性に対応できるように部隊編成をすることが必要だと思われます。まさか知事公邸の下に基地があるなんてね。敵の政府高官がここに逃げ込んだ可能性もあるから注意した方がいい。ただしそうだとすると、護衛のための部隊が数多く配備されているだろうから、それなりの対処を考えておくようにしてくれ。作戦計画の立案を行います。各部隊の配置と任務を決定してください。小隊編成を始めてください。部隊編成を開始してください。これより作戦を開始する。準備はいいか？これより敵艦艇へ突入する。妙だね。ローダーが通れるくらい広い通路は艦艇の下にあるなんて。非常用の通路なのか？あ、何かいるようだ。全員警戒態勢。敵に捕捉された。敵機発見。司令部から入電。転送します。了解。これより捜索に入る。
敵機発見。敵に捕捉された。敵ユニット確認。まさか俺は。やはり間違いない。サイフェルト大統領、ジミー・ブラウン、なぜこんなところに。しかしだからなのか、この敵の抵抗の激しさ。間違いなく本物だ。いけない、ヘリに乗り込まれたら逃がしてしまう。ゼンキ、あのヘリを破壊しろ。ランダースゼロ。敵に捕捉された。敵機発見。機体破損率 60%。エリクソン機、機体耐久度が限界に近づいています。要注意です。敵機発見。